さあ来ました、はい、この雨の降るストームゾーンですね。このゾーン、はい、雷も鳴っております。なんかハロウィンのなんか亡霊みたいなやつがおるね、奥にね。あんなおったんかな、原作でも。原作でこんなしっかり背景見たことなかった。なんかほら変なやつおる。ちょあれえれれれれ、時間がない。ということで、ここは原作の、ここあれですね、あのマトヒ博士の基地みたいな感じで、音色こそ違うけどほぼ原作の曲みたいな感じですね。さあ、チェッカータイル、はい、ここもあの点でつながっているような、あの砂漠のステージでも同じようなのがありましたね。そればかり、それをひたすらご利用してくるステージでございます。はい、まあこれをどんどん渡り続ければ、あの緑ゴールとか赤ゴールに行けるんですけど、ステージをワープしたくないので青ゴールに入りましょう。次行きましょう。ここも原作では難しかったのよ。カメラ操作がついてる分かなり簡単になってます。次カーペット。さあ、ここはね、結構初見では初見殺しみたいなステージでございますね。はい、これ床がね、あ、今これはちょうど、あ、いい床ですね。はい、来た床に乗ればいいって感じなんですけど、次じゃあ奥の足場に行こうと思ったら、この足場なんと届かないんですね。はい、ということで上から勢いをつけてグッとブレーキをかけてやらないといけないと。で、今度は難しい、あの動き方がさっきと違います。動き方がさっきと違って、こう行ったり来たり往復するような動きをするんで、戻るときに下の足場に、あらま、これ周期が優しくなってますね。これ原作では1回目に来る足場がもうすでにあの遠い足場だったんですよ。ここひっついてない足場、勢いよく行かないといけない足場が一発目に来るっていう周期だったんですけど、最初はつながる足場が来てくれる周期になってます。これは優しいですね。はい、いい周期だと思います。そっちの方がね、優しさがあって。で、ここなんですけど、まあ、ちょっとあんまカメラを動かしすぎると僕逆にここはわけわからなくなっちゃう。えいということで、これで下に降りればゴールにつながりますということでございます。ここ結構ね、何が何やらってなっちゃうようなステージなんですよね、結構初見だとね。次行きましょうか。はい、かまぼこ。かっこ悪いステージ名ですね。さあ、ここね、まあこうアーチ状になっていてですね、どんどん弾が外側に押し出されていくというようなこの形なんですけども、この緑のゾーンの上を維持するように意識すれば、あんまり外に落ちなくて済むという、そんな感じですね。時間が結構短いんですね、ここね。原作もそうやったかな。次行きましょう。まああんま時間長くてもね、しゃあないんですけど、ミキサー。はい、これはこのように足場が回転しているので、ボールが落ちない隙間になった時に行けよ。ボールが落ちないような隙間、しっかりボールを支えてくれる状態になったらビューンと行きましょうと。ここ原作ではね、2個目がすごく長いんですよね。2個目がすごく長くて、原作ではね、これ本当にギリギリのタイミングで行かないと間に合わなかったんですけど、やっぱ物理エンジンが違うので非常に簡単になってます。原作の1ではもうマジのギリギリを狙わないと厳しかったんですけどね。さあ次、リングロード。さあ、輪っかが何個も連なっているようなそんなステージ。だんだんこう内側に傾斜がきつくなっていくので、こっち来てもダメなんよね。ゴールあっちなんですよね。ここ渡っちゃうか。渡れる、 OK ということで、もっと奥に行けば緑ゴールあるんですけど、まあ案の定相変わらずあれですよ、あれ、例によってあのカットしたくないので、ステージをカットしたくないので青ゴールに入りました。ここも原作より簡単になってますね。やっぱ真上入力すると加速が一番つきやすいようになってるんで、ここはもう上に入れとくだけでクリアできるようになってますね。原作ではこう斜め入力でうまいこと加速をつけないと進めなくなってたんですけども。次クローバー。ここも原作ではすごく難しかったのよ。原作ではすごく難しかった、苦労したステージなんですけど、どうでしょうか、リメイクではどうでしょうか。リメイク版ではちょっと初代のこの操作の繊細感を求める感じのステージが軒並みなんか簡単になってるような感じがしますね。うん、操作がしやすいわ。
物理強度が違うので同じステージだとしてもなんか操作しやすくて簡単になってますね。うん、次のステージ行きましょう。さあということで、上級ラスト残すはエクストラを除くとね、エクストラを入れると全部で60ステージあるんですけど、エクストラステージを除けばラスト2です。さあバンパーの間をすり抜けてね、バンパーの間をすり抜けてゴールに行きたいんですけど、バンパーが非常に強いゴールキーパーですねこれね。いい OK。 はい、ここも細かいですが原作と周期が違ってますね。原作ではスタートした瞬間に もっとスタートした瞬間にいきなりゴールが来るって感じだったんですけど、しばらく待ってからゴールが来るような感じになってました。さあ、エキストラを除くと最後のステージでございます。あーミスったということで、サイコロの展開図がこうパタパタしていくようなステージでございます。このタイミングで行ってもダメです。このタイミングで行くのではなく、このサイコロの中に入るようなタイミングで行くと、あとは追っかけていくだけでございます。はい、結構簡単ですね。うん、上級、まあ、エキスパート最後のステージとしては結構簡単でございます。こっからがエクストラステージになりますね。やっていきましょう。さあ、はじめはもう初級中級にあったエクストラステージと同じですね。はい、ちょっとだけここタイムアタックの練習をしたので、練習の成果が出ていない。これ一気にヒューっていければまあ早いかなって感じですよね。まあ、もっとすごいショートカットがもしかしたらあるのかもしれないけど、まだ発売されて間もないので、まあ発見されてないんじゃないかなと思います。別に僕も探してないですけどね。うん、他の人どんな風にやってるのかなとか、そういう探し方はしてないですけど。はい、ここはパタパタ動くので、足場がこう傾いてない足場にこう乗り継いでいこうという感じですね。傾いてない足場を選んで乗り継いでいけばいいという。あー待って、傾いてたやつ、さっき傾いてたやつに乗ればいいです。はい、さっき傾いてたやつに乗る。これを繰り返していけば、なんでそうなっちゃうのかね。これ人間の心理をついたようなステージですよね。ここ傾いてたやつよりじーっとまっすぐなやつの方が乗りたくなっちゃうのよ。なんかでもさっき傾いてたやつに乗らないと進めないから、今傾いたやつにスッと乗るやつ、これこういう感じなんで、ちょっとね心理的にやっぱ止まってる足場に動いてしまうんですよね。こう勝手に体が、はい、ここもね床がパタパタ鳴るたびにガシャンガシャン効果音が鳴ってたんですけど、それがなくなってるのでちょっとね寂しいですけども。さあ狙ってゴール2、これどうなんでしょう。中級のエクストラより壁でかくなってる、あばばばばばば、中級エクストラよりやっぱ壁がでかくなってるような気がするね。やっぱ一番初めの初級のエクストラで壁がなくなったのは、そういう初級中級上級で段階をつけるためだったんですかね。もしかしたら中級と同じかもしれません。ちょっとはっきり覚えてないですけど、はい、次のステージ行きましょう。さあ観覧車いいですね。ここ周期どうなんやろな。あ、ゴールが左に行ったんで追っかけましょう。あー簡単ですねここ簡単なんですよね。結構上級のエクストラ、エキスパートのエクストラステージとは思えないぐらい結構簡単、割と簡単ですこの辺ね。さあファクトリー、これゴールが次々と生産されている工場でございます。ファクトリーというだけあって、はい、ですのでまあでなんか知らんけど出荷される前にどんどん下に落とさ、あれが出荷なんかな、この下に落とされてるのが。ということで、上にあるゴールめがけて飛び込みたいんですけど届きませんでした。結構下まで死亡判定がないので、こう下に落ちるゴールを狙うっていうのも一つなのかもしれません。もしかして真上に入れとくだけでクリアできるようになってたらしません。ということで、まあやっぱ安定は上を狙うかな。こっちに行ってから、ちょっと向きを変えまして、このゆっくり来ているゴールを狙うのが一番簡単ですねここはね。うん、次行きましょうか。さあ僕の秘書を務めてくれたベイビーもあとちょっとで全てのステージをクリアしますね。さあねじれ交差、細い、この管に入って、あ中でね、こう中で勢いが殺されないようにしないといけないんですよ。さあこのね管の外側がツヤツヤになってますね。なんかね原作ではもうちょっと、ま、こうなんかマットな質感でね、
それはそれでかっこよかったんですけど、ツヤツヤになっています。はい、ということで、ちゃんと勢い殺さずに筒を渡り切ればゴールということになりますね。次のステージやっていきましょう。さあ、マジックハンド、マジックハンドが伸び縮みするステージでございますね。はい、ここのこの黄色い部分がちょっと変わってますね、これね。この黄色い部分が変わってますね、ここ黄色い部分。あ、でも、あ、挙動は一緒ですね。真ん中にね、これくぼみがあるんですね。この映像だとちょっと分かりづらいかもしれない。時間がない、こんな時間短かったっけこのステージ。ということで、まあ、縮んでる間に先の足場に乗っちゃって先の方に進めてもらいましょうと、そうやってやれば簡単でございます。あの黄色い足場がね、原作ではすごいオレンジでね、人参の輪切りみたいだったんですけど、なんか黄色くなって人参感が薄れてます。はい、ということで人参ファンの人にとってはちょっと暴動が起きるかもしれませんが、このゲームはバナナのゲームなんで、このゲームはバナナが主役のゲームなんで黄色でいいと思います。バナナの輪切りに変更したということですね。はい、タイムアタック、ここもちょっと練習しました。てか、あの初級のステージを練習したので、初級と同じステージはこのように、まあ、上手になっております。はい、次ケンケンスフィア。まあ確かにケンケンパーみたいな感じですけどね、挙動的には。はい、丸い足場が連なっているので、これをポンポンとポンポンとケンケンと、あーうぃー、惜しい。加速がやっぱつきやすくなってるので、原作ではできなかったような足場をなんか一気に2ついくような動きに勝手になっちゃいますね、これ。いやいやいや、だいぶすっ飛ばせますね、途中の足場を。はい、で着地できる足場がね、どんどん狭くなっていくので、あんまね、やっぱね、慎重に、あ、でも慎重に行った方が確実やな、やっぱ慎重に行くと確実にゴールできました。はい、足場が飛ばせるとか言って興奮してましたけど、その飛ばす必要はありません。さあ次ラストですね、ダルマ。はい、ということで堅くなにあれですね。ああ、ちょ、展開が早すぎて喋ってる暇がない。はい、ここはあのダルマ落としのようにこうなっていくステージで、ダダダこう落とされていくので、ゴールの入れるようになったら、ゴール入れるようになったらすぐに入りましょう。ではないと、出ないとステージ自体が全て吹っ飛ばされてしまいます。あ、なんだこのゴールだけを飛ばすようになったんや。原作ではステージ自体も一番下の床ごと全部吹っ飛んでいくような感じだったんですけどね。はい、ということで、全てのスーパーモンキーボール1のステージをじゃねえな、エキスパートを全てクリアしました。ということで、まだ終わりではありません。マスターがね、10ステージ残っているので、また今度それにもチャレンジしていきたいと思います。今回は動画をここまでにしたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。さよなら。